村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは、村長です。先日よりユージャムというですね、ドイツのメーカーのプラグインを気に入って使っています。このソフトは楽曲を作る時のインスピレーション、アイデアですね。アイデアを思い浮かべるのにはとっても素敵なソフトでですね、バーチャルベーシストロイヤル、バーチャルギタリストアイロン、そしてバーチャルドラマーソリッドというのを今日は3つで紹介したいと思います。まずはコード進行というかを入れていくのにですね、便利なツールを使って入れる方が、キーボードで入れる、もしくはミディを打ち込むというのも時間がかかりますので、僕は、こういうツールを使っています。有名どころではスケーラーというね、プラグインブティックさんが発売しているものなんかもありますが、これはですね、こうやってここにプラスというのを押して、まあ、小節を増やしていったり、そういうことができるツールです。右下のところからドラッグしてですね、ロイヤルのところにこういうふうに入れました。まあ、C3 以上のところでですね、コードを表現することができます。まずはどんな音か聞いてみましょう。はい、で、ベースの楽器自身をこういうふうに変えることができるんですが、これをですね、ちょっとさっきのものに戻しましょうか。はい、今日は簡単にですね、パッパッパッとやっていきたいと思います。上のミディをですね、コピーしますね。そして、次はこのアイロンというね、エレキギターのフレーズをやってくれるソフトがあるんですが、これはね、先ほどのロイヤルは和音の表現が C3 以上になってたんですけれども、こちらの方は C4 以上ということになりますので、オクターブ違うわけですね。ですからこちらの方でですね、このオクターブを全て選択してですね、F3 から F4 に上げたいと思います。これでオクターブが上がりました。そしてこれをちょっと聞いていただきましょう。左の方には、コモンフレーズということでよく使われるノリですね。もうかっこいいフレーズがですね、選択するだけで、いろいろ入ってくるということです。上の、今このオレンジのところですね、ここをどんどん変えていくと、またフレーズを選択できます。
こんな感じで、アイデアを膨らませていきます。次にですね、説明するのがソリッドというバーチャルドラマーです。これはですね、ドラムの、あのフレーズが右の C3 からですね、指一本で、弾けるような感じになっていまして、イントロとかバースとかエンディングとか特徴に合わせたフレーズを選択できるようになっています。聞いてみましょう。音作りもいろいろできます。これがドラムキット、5つのドラムキットです。右の方でキャラクターも変えれます。もちろんですね、はい、これ今スネアを選択しましたが、スネアもこういう風にパターンがあったり、4つありますね。ハイハットの場合は2つの中から選びます。もちろん、ボリュームを調整できます。そしてですね、ここにはオーバーヘッドがありますので、オーバーヘッドの量を、ルームサイズも選べます。またリバーブとは違った広がりをシミュレートできます。そして、ここにはリバーブやサチュレーションですね。はい、そして、ここにはマキシマイザーもありますので、音圧を稼ぎたいときはこれを使ってみました。ということで、そして指一本で弾けるとは言いながらですね、このフレーズをもっともっと変更したいということも可能になるようにですね、このキーボードのグラフィックスのある上側の部分をドラッグするとですね、ドラムパターンを引っ張ってこれるんですね。そしてこれを複製なりします。はい、で、ここの方の上にはですねフィルがあるんですね。ちょっと聞いていただきましょう。はい、このようにフィルを指定したりできます。例えばここでですね、最後の小節のところにですね、このフィルを持っていきます。そしたら、フィルを重ねることができます。このようにですね、アイデアを膨らますのにはとっても便利なユージャムのシリーズですね。音楽の作り方自身が変わるんではないかなと期待しています。とっても技術力のあるユージャムさんのこのバーチャルシリーズ、これからもですね、もっともっと素晴らしいソフトウェアになってくれることを期待したいと思います。最後に全体聞いていただきましょう。はい、こんな感じでですね、バーチャルベーシストロイヤル
バーチャルギターアイロン、バーチャルドラムソリッド、この3つを今日は使ったインスピレーションの出し方というのを少しご紹介してみました。村長でした。